しぶりにめっちゃいい天気ちょうどお昼か。肉まん一つください。からしをつけします。あ、はい。琵琶湖見えてきた。おー。トンビのせいちゃん怖いな。ピュッ、こっち向いてたぞ。なんかいろんな虫おる。しばちゃんどうしたん？ビワしてる？しばちゃん、あれどないしたん？しばちゃん、しばの子供やな、まだしばビワしてる。あ、でもなんかついてんな。あそこの家の作業してる人か、あそこのワンちゃんかな。あ、しばちゃん行ったテントは今日は新幕持ってきました。来月まだちょっと確定ではないんですけど、ふもとっぱらに行こうと思ってて、ちょっと軽いテントが欲しいなと思ってモビガーデンのテント買いました。新幕って毎回ワクワクするな。2人用のテントで 1.8 キロやからかなり軽いねんな。だからこのテントいいなと思ってこれにしたんですよ。
ボールがすごいわ。かっこいいわ。いいね、差し込む景色やな。いいね。自立するけど止めた方がいいってことやべ。あれ地面硬かったイメージやけどな。うん。で、お全体的にちょっと失敗気味。オッケー。おー、めっちゃ広い。変な匂いする。新品の匂いする。夏も使えて、冬も使えるっていう、オールシーズン使えるテント探してたから、これにして正解やったな。よいしょ。最高。ひどいくらい椅子持ってきました。この椅子はいいよ。いいよ、こっちいいよ。最高。気持ちいい。いいわ。1週間ぐらいここに住める。夜中でも2時半や。暗くなるの早いからね。はい、今日はせっかく新しいテントやから、いいテントで引きこもりたいなと思ってて。これと、温度計と、ナイフと、気温は22度。
しめじが落ちてるかと思ったらキノコ生えてた。ここにも落ちてる。食べたらやばいやつだな。どこキノコができた。これはまたでかいキノコや。今22度あるけど、夜10度ぐらいまで下がるから結構冷えそうやねんな。なんかついにできたらしいです、ステッカーが。なんか非売品なんかなと思っとったら200円で販売されてました。ちない浜ステッカーでかいな。貼るとこないんで、どこ貼ろう。なんか急にひんやりしてきた。もう4時になるもんな。あやーひんやり。だいぶ年季入ったな。肩。これ結構重いな。久しぶりに持ってきたな。めっちゃ錆びてる。間違えて古い方持ってきてる可能性がある。これこんなに、だってブロックなかったもん。もうボロボロで歪んでたから買い替えたのに、捨ててなかったから古い方持ってきちゃってるわ。これを置きたい。まあ置けるは置けるか。ライトつけよう。こっちもつけようかな。ウィントのに、なんか虫、一応虫除けの匂いが入ってるらしいです。カナブンじゃなくてカメムシが大量発生するかもしれんから。今んとこおらんけど。ウィントに入って過ごせる時期がやってきたな。お腹空いてきたな。餃子を作ります。ちょっとみかん食べればよかった。お腹空いてたの。今食べたらお腹いっぱいになっちゃう。いらんかった。どんなやから。このナイフがちっちゃすぎるね。きっと。なんかキャベツの分量が明らか多いけど大丈夫かな。しかもなんかあんま細かくないし、なんかお好み焼き作るみたい。そういうの。そしたら餃子のタレでなんとかな。ごま油もなかったんよな家に。
シソと巻くっていう、シソ餃子食べたかったんですよ、あっさり。よし。水で濡らして、うまくいくかな。シソを置いて、はい、こうやってこうって、まあ、ちょっと素人なんですけど、こういう感じで、いやー1個目完成。さあ次々やっていかんかったら日が暮れる。もう暮れてるけど、ここ来る時に柴犬おったじゃないですか。あの柴、なんか柴犬のブリーダーさんが飼ってる柴みたいで、なんか、それでなんか逃げ出したみたいです。なんか捕獲作戦してたけど、さっきなんか逃げちゃうんよな。ぐーれすぎたな。これ一人で食べんねんけど、めっちゃ山盛り。できた、めっちゃ山盛り。たまにはええな。さあ、じゃあ焼くか。大きいスウェーデントーチをやってみたかったから、楽しみに入れるとまずい。で、これで火つくんかな。楽しみだ。ほんまに？行くで。すごい、もう炎が。出てきた。縦に燃えてるじゃん。スウェーデントーチや。いろいろ心配。大変だ。火力がすごすぎる。気をつけないとワンタメになっちゃう。で、蓋をする。焦げちゃうから、もうこれでやります。ちょっとね、こういう時は日年トップ。わ、落ちそう。これはこれで危険。うわー、ワンタンになってる。焼かなあかん。では、ここをこうすれば入る可能性がある。
のいい匂いしてきた。あっ、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 カメムシ臭いと思ったらおったカメムシ。あ、臭っ。臭っ。マジでカメムシあかんって。今日ほんまに。臭っ。もうついに横から出始めた B が。あと30分ぐらいで終わるのかな。なんかまたカメムシ臭いする。これにボトルに入れ替えてきた。ではいただきます。じゃらん、しそ餃子いただきます。これにつけて、薄っ。あっさりしてる。シソ美味しいな。うん、うん、なんか嬉しいな。マヨネーズかけよう。マヨ好き。ここにマヨ。マヨ大好きなよ。いや、しかしイスラエルとイスラエル問題もまたなんか大変やな。つけて中華スープ。ちょっとだいぶ冷めてるよね。うまっ。うん、餃子が気になる。見に行ってくるか。いるかな。あ、お、すごい。第2弾やばい。めっちゃうまいこと言ってる。ちょっとうまいこと言ってる。ほら、2回目はさすがや。ん？違うか。乾杯。あ、うまっ。
風や南風が強まりそうです。静岡県は夜を ごちそうさまでした。みかん食べよう。みかん急にお腹いっぱい食べ過ぎや。今日からまたモンベル来ました。この時期が冬は荷物増えるからな。寒さ対策過ごしやすいな。今日は9844歩。明日6時5分に日の出が出るんですよ。起きれるかな。いや、あったかいな。ダウン持ってきて正解や。10度とかほんま下がったな。よいしょ。やっぱだんだん綺麗に見えてくるな。曇りが減ってくるから。ああ、眠い。
麓っぱらもし行けたら麓っぱらに2泊3日したいなと思ってて、2年前に行った時に大阪から麓っぱら行ったらもう夕方やったんですよ。あっという間に次の日麓っぱら出て行かなあかんかったから、そう次来たら2泊してやろうって思ってて2泊。湧いてきたの早いな。よし。油引いて。よーし、茶色いな、今日引っ掛けあったあったあった、あほや、触ってもうた、うわあ、つたたたたたたたいてててホットケーキってなんか時々食べたくなるよな。いただきます。いただきます。うん。うん。なんか餃子、昨日の夜食べるよりなんか美味しくなった気がする。んでやろ。
今回たまたまある YouTuber さんがたまたま来てはって、それでちょっとお話しさせてもらってて、もうみんな帰ったけど、もう12時。なんかいろんな話できてよかった。喉直撃。こんだけバネ強いね。軽なったな、昨日。スウェーデントーチが結構重かったから。さあ、帰るか。ゆっくり駅に向かいます。ああ、お腹すいた。芝、昨日の芝まだおった。あらー、まださまよってんねや。あ、芝、行っちゃった。大丈夫かな。でもこの辺の飼い主さんのとこらしいから。遅れてるって言ってたな。